エリック・ジョゼフ・フライヤーは、アメリカ合衆国、オハイオ州コロンバス出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のフィラデルフィア・フィリーズ参加所属。2007年の MLB ドラフト従順目で、ミルウォーキー・ブルワーズから指名され、6月11日に契約。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、ヘレナ・ブルワーズでプロデビュー。 43試合に出場して打率、209.3本塁打、19打点、4盗塁の成績を残した。2008年は A 級ウェストバージニアパワーでプレーし、104試合に出場して打率、335.10本塁打、63打点、15盗塁と活躍。サウスアトランティックリーグのオールスターチームに選出された。 2009年2月4日にチェイスライトとのトレードでニューヨークヤンキースへ移籍した。参加の A 級単派ヤンキースでプレーし59試合に出場して打率。250.2本塁打、24打点、11盗塁の成績を残した。2009年6月30日にエリック・ヒンスキーとのトレードでケーシー・エリクソンと共にピッツバーグパイレーツへ移籍した。 参加の A 級リンチバーグヒルキャッツでプレーし、47試合に出場して打率24、242.3本塁打、14打点だった。2010年は A 級ブレーデントン・マローダースでプレーし、83試合に出場して打率、300.8本塁打、48打点、10盗塁の成績を残した。二千十一年は A 級アルトゥーナカーブで開幕を迎え、 37試合に出場。打率345.5本塁が16打点1盗塁と活躍し、5月30日にトリプル A 級インディアナポリスインディアンスへ昇格。6月25日に保守のダスティブラウンが不審でリーフとなり、パイレーツとメジャー契約を結んだ。翌26日のボストンレッドソックス戦でメジャーデビュー。8番保守として 先発起用され、3打数無安打1死球1三振に終わった。7月2日のワシントンナショナルズ戦で3回表の第1打席にジョン・ラ・ナンからメジャー初安打となるサゼンダを放った。8月3日にトリプル A 級インディアナポリスへ降格した。この年メジャーでは10試合に出場して打率269の成績を残した。オフの十一月十八日に リーフとなり、11月23日に40人枠を外れる形で、AAA 級インディアナポリスへ降格した。2012年は、AAA 級インディアナポリスで開幕を迎え、6月26日に、パイレーツと再びメジャー契約を結んだ。主に代打として4試合に出場していたが、7月7日に、AAA 級インディアナポリスへ降格。9月1日に最初を隠した。 この年は6試合に出場して打率250だった。オフの10月25日に再び DF となり29日に FA となった。2012年11月10日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。2013年マイナーでは参加の AAA 級ロチェスターレッドウィングスでプレイし65試合に出場して打率215.5本塁だ。 31打点、8投塁の成績を残した。9月8日にツインズとメジャー契約を結んだ。遺跡後初出場となった9月11日のオークランドアスレチックス戦ではトム・ミローンからメジャー初本塁打を放った。この年メジャーでは6試合に出場して打率、385.1本塁打、4打点の成績を残した。二千十四年三月十六日に トリプル A 級ロチェスターへ配属され、そのまま開幕を迎えた。開幕後は、トリプル A 級ロチェスターで36試合に出場し、6月12日にメジャーへ昇格した。オフの12月23日に40人枠を外れ、トリプル A 級ロチェスターへ降格した。2015年7月8日にメジャー契約を結び、アクティブロースター入りした。その後、八月七日に、 リーフとなり、翌8日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級ロチェスターへ降格した。その後、9月1日に、ロースター拡大に伴って、メジャー賞を獲した。最終的にはメジャーで15試合に出場し、打率22、227.2打点という打撃成績を残した。守備面では1失策、守備率98、981DRS プラスマイナス0という、 成績を記録した。10月21日にトリプル A 級ロチェスターに降格した。2015年11月12日にセントルイスカージナルスとマイナー契約を結んだ。2016年4月2日にチームの2番手保守のブライアン・ペーニャの故障に伴ってメジャー契約を結び開幕からベンチ入りした。初出場の4月9日から15日まで3打席。 連続安打を記録し、初先発となった4月17日のシ、新シナティレッツ戦では3打数3安打、2打点、1死球の大活躍だった。上記の活躍もあり、4月は打率、636の高打率を記録した。その後もヤギアーモリーナの控えとして24試合に、出場し、打率。 368.5打点という成績を残していたが6月28日に前述のペーニャの復帰によりィーフとなった2016年7月3日にウェーバー工事を経てパイレーツへ移籍したオフの12月2日に FA となった2016年12月12日にカージナルスとマイナー契約を結び2017年の スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月29日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。7月21日にリーフとなり、24日に40人枠から外れる形で参加のトリプル a 級メンフィスレットバーズへ、降格も翌25日に FA となった。2018年1月3日にフィラデルフィアフィリーズと、 マイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。